おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。花粉症の薬が切れております。ああ、わかった。もうダメだ、もうダメだ。そう、一日の始まりはくしゃみから。薬局に駆け込むぞ。会社は駆け込むぞ。お願いします。はい、ってこと。それではお茶いただきます。はい。 Google、 今日の天気は。インターネットに接続できません。モデムまたはルーターの接続を確認してからもう一度お試しください。全然ダメですね。 Google、 今日の天気は。今日の名古屋は予想最高気温19度、最低気温5度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温8度、晴れです。結構今寒いね。寒いよ。19度とか言ってんだけどね。はい、今朝の朝食は昨日の夜美味しかったチーズタッカルビがまだちょっと残ってたのでそれをいただきます。くしゃみが、くしゃみ出ないのかい。出た。はい、朝食の締めは母ちゃんの味噌汁。ネギがね、切ったね、美味しいよね。そう、いい匂いするね、ネギのね。いただきます。はい、午前中のお仕事終わりました。今日は会議会議で全く外出れないので一旦家に帰ってきて、お昼はスーパーカップマックス、熟成味噌ラーメンいただきます。はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日もね、 LX100 を車にマウントしてね、いつもだと GoPro で撮ってるんですけど、やっぱりね、マイクロフォーサーズ綺麗ですね。画面で見ててもね、相当イケてる感じ。音声もね、悪くないんですよね、LX100 って。もうかなり前のカメラにはなるんですけど、やっぱりね、音と映像がいいとね、見てるいただける方にもいいかなと思って、LX100 をね、今、結構押し押しで使ってるんですけど、ピントがやっぱちょっとずれるね。ピント固定にした方がいいのかな。走ってて、ここでマニュアルに、あ、信号変わんなかった。じゃ変わんなかったね。変わっちゃった。まあね、今どこに向かってるかというと、いつものね、名古屋港の方に向かってるんですけど、このね、橋もね、かなり綺麗に撮れてるんじゃないかな。いつもの GoPro だとね、まあ、鮮やかではあるんですけど、どうですかね、比べてみて。画角はね、絶対勝てないんですけど、あとね、ピントがね、オートフォーカスに今してあるので、どうでしょう。花粉はね、なんか最近だいぶ収まってきてね、朝ちょっと寝起きはね、くしゃみから始まるんですけど、前ほどズビズビしない感じですね。今日もね、薬ちょっとね、母ちゃんがいつも買ってる薬が切れちゃってて、昨日からね、ずっと薬、いつもの薬飲んでないんですけど、そんなにね、しんどくないですね。かなり調子いいですよ。暖かいですしね、今車の外気温で見ると19度まで、 Google 先生のね、予想した気温まで上がってきております。最近ね、ドリキンさんがね、360度カメラでドリー散歩とかね、ドリードライブとかやってましたけど、ああいうのもね、やっては見たいんだけど、360度するとね、僕顔出ししてないんで完全に出ちゃうんですよね。そこがネックですよね。もう完全にヘルメットとか帽子のね、上にカメラをマウントしてね、自分下だけ映らないようにしてやんないと確実に顔入っちゃうんで。あとね、あれをカメラをね、帽子の上にマウントしてね、
歩く、街を歩く勇気はまだ僕にはないですね。カメラをね、ジンバルに乗せて、それをね、こう、持って歩くぐらいのことはね、いけるんですけど、ちょっとまだしんどいなぁ。まだっていうか、あれやれるかな。なんかね、その、割り切ってその、ねえ、完全に撮影ですっていう感じでやればいいんだけど、地元のね、知ってる人がたくさんいる中で、あれはさすがにやっぱね、できないですよね。海外行った時ぐらいにやってみようかな。ね。でも、海外行って基本的に出張になるので、あの360度の 5K だったっけ ?5K 画質のものをね、取り込んで編集するっていう、ね、まずこの、ドッキング作業から入るわけでしょ二つのカメラの。その、ドリキンさんのマシンっていうか、あの、家のね、自作 PC かなりハイエンドっていうか、コア数がめちゃめちゃある PC でもそんな、かなりの時間かかるって言ってましたんで、僕が出張で持っていくね、MacBook Pro でそんなことができるのかっていうね。さっきドリキンさん日本に来て、360度動画上げてますけど、あれ編集何でやってんのかな?やっぱり、どこだっけ?名前忘れちゃったな。そうそう、ギガバイトのエアロっていうね、ノート PC。あれ使ってやってて、あれも6コア?12スレッドの CPU 積んでて、GPU もね、1060だったかな ?1070 だったかな、その辺積んでるはずなんで、やっぱその辺のパワーあればなんとかなるのかな。僕の MacBook Pro では GPU も CPU 内蔵のもんだし、かなりパワーの差はね、出てきちゃうんですけど、どうなんですかね。ドリキさん何でやってんだろうな。絶対エアロは持ってきてると思うんだけどね。ドリキンさんの最近の装備は何だろう。やってる、最近上げてるのは知ってんだけど、見れてないからね、忙しくて。ドリキンさんの出張装備が何なのかまで把握できてないんですよね。やっぱりこれ、今、30フレームで撮ってるんですけど、あの、LED の看板はチラチラするね。うん。この辺なんとかなんないのかな。名古屋だから60フレームの半分で30フレーム。問題ないと思うんだけどな。60フレームにすればいいのかな。ただ LX100 60フレーム撮れないんだよね。なんかこの LED のチラチラがすごく気になるな。そんなわけでね、何の話してたっけ、そう。エアロもね、買おうかどうかすごく迷ってんですけどね、今ね、発売以来最安値になってて、30万何千円で買えるんだよね。31万円しないの。欲しいんだけどね、いろいろ買っちゃったからね、MacBook Pro も買ったでしょ?で、5200mm の、望遠レンズも買ったでしょう。この2つだけでね、30万近く使っちゃってるんで、さすがにね、プラスアルファでエアロまでは手が出せないな。心の底から欲しいけどね。ライブでスーパーチャットとかね、某 YouTuber、可愛い系の女の子の YouTuber みたいにたくさんね、スーパーチャットもらえば買えるんでしょうけど、僕みたいなね、おじさんにはそんなの期待できないので、頑張ってコツコツ貯めていくしかないんですけど、いいよね。あれほんと欲しいわ。でね、前言ってた今年結婚10周年で、皆さん覚えてるかな?ハワイに行くっていう予
定だったんですけど、ちょっとね、今年はハワイが厳しくなってきましたね。金銭面というよりは、娘が今年1年生になったばっかりでしょ？学校慣れてないっていうのと、うちのね、母ちゃんがね、町内と PTA とあと子供会全部役員当たっちゃって、相当予定がね、ガンガンに入ってて、かなり厳しい。全部こなそうと思うとね、なんか休みの日もいろいろ、昨日もね、夜遅くまで作業してたんで、まあ、僕が手伝ったんですけどね、相当テンパってますよ。うちの母ちゃん。やるんじゃなかったって泣きそうな顔になってやってるからね。やるんじゃなかったって言っても、くじ引きで当たっちゃってるから、どうしようもないんだけどね。かなり。まあでも僕がね、サポートすればね、うちの母ちゃんあんまりパソコン系使えないんで、初期かな、昨日は。子供会の役員の初期を大勢使ってるので、その中でね、なんか名簿作ったりだとか、案内のチラシみたいなのね、作ってたんですけど、ほとんど今までの人生で母ちゃん、パソコン使ってこなかったので、今ね、覚えながらやってる感じなので、本当にね、しんどくて泣きそうになってましたね。まあ、僕がやればね、まあ、中身だけ見せてもらえれば、5分10分で終わっちゃうぐらいの内容なんですけど、結構しんどいみたい。まあ、そんな感じでそろそろ名古屋港に着くので、一旦こんなところで、終わりたいと思います。それではまた、夕食ぐらいかな、仕事終わってから、また撮影に入りたいと思います。はい、仕事終わってね、晩ご飯ができるまで、娘が1年生になるのでね、自転車の練習を今、補助輪付きでやってます。意外と、補助輪付きの1年生でも早いもんだね。歩いてもなかなか追いつかない。娘の自転車の練習終わって帰ってきました。はい、そしたらね、中からめっちゃいい匂いがしてね、なんだろうこれ。はい、帰りたくなるよ。いえー、楽しみ。開くの開くの開けちゃうの。おー、鶏肉。熱やめた。うまそう。やめた。楽しみです。ね、よかったね。はい、母ちゃんがさっき作ってたチキンの、なんていうのこれ、揚げ焼き、揚げ焼きっていうの、うん、完成しました。めちゃくちゃいい匂い。おいしい。それではね、今日はこのチキンでちょっと試してみたいものがあるのでやってみたいと思います。はい、それではね、今日はちょっと以前購入してたこのね、キャンプ用のチタンのね、フォークとナイフ、こいつのね、使い勝手をね、今までね、一度も試してこなかったので、このね、ナイフもね、ちょっと鳥って結構硬いはずなんで、どれぐらいの切れ味なのか、このフォークの使い勝手どうなのか、試してみたいと思います。はい。それではね、いただきますよ。刺さる、あ、いい感じで刺さるね。切れてる。お、切れてる、切れてる。切れてるの？いいよ、これ。美味しそう。切れてないか。うん、ちゃんと切れてる。あ、よかった。うん、うまい。うまい。あ、ご飯忘れた。うん、おいしいよこれ。よかった。いい感じ。まさかこんなにいけれるとは思ってなかった。うわ、よかったね。でもっとね、ふにゃふにゃしてると思ってた、このナイフとか。いいよこれ。めっちゃ使いやすい。長さもね、そんな悪くない。はい、ご飯物はこれ何？ユッケじゃん。そうそうそう、ユッケじゃん。クッパになるのかな。うん、今日はね、これはね、めちゃめちゃいい匂いするよ。おいしそう。今日はいっぱい食いすぎる日です。やばいな、体重やばいでしょ。やばいよ、うん、もうどうにも出ない。はい、それではね、このビビンバじゃない、クッパか。クッパもこのね、チタンのフォーク、あのスプーンでいただきますね。今日はもう晩飯は、食器はね、カトラリーはキャンプ道具でいただきたいと思います。はい、お味はいかがかな。どうかな。うん、
めっちゃうまいよこれ。お店の味。やった、どんどんいけるやつやこれ。あ、よかった。うん、ほんとうまいよ。やった、ほんとに。綺麗に完食です。めちゃめちゃ美味しかった。はい、食後のデザートは母ちゃんがサイゼリアで買ってきてくれたメロンシャーベット。これめちゃめちゃ美味しいんだよね。ガキの頃からよく見るけどずっと飽きない味。あ、ありがとう。これはよく溶けるスプーンだね。うん、いただきます。うん、最高。